橋本里奈交際報道の阿部一二三、仲良くさせてもらってるのは事実、左手薬指の指輪にも言及。グラビアアイドルの橋本里奈、30、が20日、都内で行われた777リアル、CM 発表会に竹川由佳、25、港美空、23、と共に出席した。イベントでは同20日からテレビ、ウェブで使用されるパチンコパチスロアプリ777リアルの新 C が公開となった。橋本は CM で実際に着用した衣装で登壇、サウナと釣りとバーベキュー。私の大好きが実際に CM となって嬉しかったと CM3 種類のテーマに触れ喜びを語った。パリ五輪では、柔道の試合を観戦していた様子がテレビカメラに映り込み話題となった橋本。報道陣からはかねてから交際が報道されていたパリ五輪柔道66キロ級金メダリスト阿部一二三を連想させる質問が次々に飛んだ。橋本が阿部の名前を出すことはなかったが、金メダル獲得について率直に嬉しく思いますとにっこり。どこの現場に行ってもおめでとうと私が言ってもらえると反響を語った。自身のインスタグラムには左手の薬指に指輪が光る写真を投稿し話題となったが、おしゃれアイテムとして昔から使ってたもの、皆さんが思ってるものではないです、と否定した。一方で、仲良くさせてもらってるのは事実と宣言すると、いつか皆さんが思ってるようなものをつけれるなら。シンプルなものではなくて大きいダイヤがいいなと思いますと理想の指輪について堂々と語った。橋本里奈、1993年、平成5年、9月13日からは、日本のグラビアアイドル、3、タレント、4、YouTuber。女性アイドルグループシャーベットの一員。7歳の時に地元、枚方市で行われていた、枚方子供ミュージカルに出演。小学3年生の頃に、大阪近鉄バファローズファンの父に押されて近鉄のファンクラブの CM 出演者オーディションを受けて合格。その頃から事務所に入り子役として芸能活動を開始し、2008年に大阪でアイドルユニット、スケッチを結成する、10が、2014年には解散する、11。その後はグラビアを勧められて気が乗らずにいたが、大手門学院大学、経済学部。在学中だった2014年、汐留グラビア甲子園2014にて準グランプリを獲得する。2015年、汐留グラビア甲子園2014での副賞である自身初の DVD 作品、フェアリーナ、が E ネットフロンティアより発売される。同年、ミルキーグラマーが竹書房より、14、恋して、リーリー、が LINE コミュニケーションズより発売される。同年8月、青山光、当時同じ事務所に所属していた印籠みのりらとアイドルユニットシャーベットを結成。2017年、ファースト写真集、リナ×ブラックが発売される。2020年7月3日、YouTube、橋本里奈の橋本チャンネル開設。2020年、はぐれアイドル地獄編のハエバル海空役で映画初主演。2022年9月、YouTube チャンネル、橋本里奈の橋本チャンネルの登録者数が10万人を突破、18。